はい、もちもち。めちあ、すみません。あ、どうもこんばんは。あ、こんにちは。はうってないですか？はうってないですけど、なんかコンクリ打ちっぱなしの部屋にいます？すみません、ちょっとお風呂場で。お風呂場でなんで電話すんねん。いや、ちょっと相談があって、はい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 。さっきの病院の話の方みたいな感じで、はい。0歳の時からずっと、病気を持ってて、はい、あなたが？あ、そうです、はいはい、私が、ええ、24歳なんですけど、はい、24歳までずっと通院とか入院とか、はい、ずっと繰り返して生きてきたんですけど、はい、なんかラグってます？少しラグってます。ちょっとだけ待ってください、ね、はい。あ、それか、僕のツイッターの固定コメントに、LINE QR コードがあるんで、そっち追加してもらった方がもしかしたら。あ、わかりました。失礼します、はいはい。うん、すみません。お手数おかけします。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ一回切ります。はい、よしよし。あ、すみません。はいはい、どうもどうも。あ、さっきより全然聞こえやすくなりました。はい。大丈夫ですか？大丈夫っす。はい、どうなさいました？はい、どこまで喋ったっけ？24歳で、はい、D カップっていうとこまで聞きました。当たってる。はい、そこまで聞きました。で、24歳なんですけど、はい、0歳の時に胆道閉鎖症っていう胆道閉鎖症、はい、病気にかかっちゃって、はいはいはい、手術とかも、うん、親がしてくれて、ね、はいはい、今まで生きてこれたんですけど、うんうんうん、で24歳になるちょっと前に、はい、関西の方から東海地方、はい、東海の地方のところへ、うん、彼氏と同棲をするために引っ越しをしてきて、はいはい、で今ちょうどその胆道閉鎖症のその、ええ、なんていうの、症状が出てきちゃって、はい、みぞおちが痛くなったり、うんうん、はいはい、熱が9度とかまで上がっちゃったり、きついですね、あ、で背中が痛くなったりとか黄疸が出てきたりとかするんですけど、うん、その病気は、はいはい、うんうん、で今までその親に、うん、費用を出していただけたんで、うんうん、その職場をすぐにクビになってなることが多かったんですよ、その入院のせいで。はあ、あ、今もじゃあ大人になってからも入院結構繰り返してるって感じなんですか？最近で入院したんが23歳ぐらいの時やったんで、それまでもずっとなん、うん、アルバイトでつないでたものを、うん、急に愛知県に、うん、来ちゃって、うんうんうん、症状が出てきてもう5日目ぐらいで、はい、うん、で今薬を市販のやつバファリンとかを飲んで、うん、つないでるんですけど、はい、入院1回したら3、うん、ほんまかどうか分かんないんですけどね、はいはい、なんか1回入院したら2週間が最高なんですけど、うん、それで30万円以上がかかるんですよ。そんなに負担がかかるの？もともとなんかその難病指定なので、うん、あ、じゃあ難病指定だったらあれじゃん、そう、なんか降りてたんですよ、うんうん、はいはい、なんか国の支援みたいなやつが、うんうん、はいはい、うん、で、うん、そのそれをずっと親も使ってくれてて、うん、ある日その普通の日赤っていう病院なんですけど、うん、はい、今までそれを切られてしまって、なんで何回申請しても切られてしまって、
一時的にその入院をしなかった期間があったんですよ。ほう。あの症状が良かって、うん、で、うん、しなかった期間の時にバツンって切れられて、うんうん、で一回入院したところでそれが降りないみたいで、うん、その受付の方が、うん、そのもう一回申請してみましょうみたいな言ってくれたんですけど、はい、それでも降りなくって、うん、なんで？で一回入院しちゃうと、うん、そのお父さんが言うにはもうそれぐらいかかるみたいな、うんうん、を昔ちらっとなんか退院するちょっと前に、うん、お母さんと話してるのを聞いて、うん、でその今24歳になってるんですけど、うん、もうずっと正社員とかも働けないから、うん、すぐに首を切られるので、うん、で突然症状が出るから、うん、急に入院になったり救急車に運ばれたりとかがあるんで、うんうんうん、会社側も迷惑になってしまって、うん、それで切られてしまって今も、うん、全然貯金とかはもうないんですよ。だからこれも多分絶対入院なんですよね、こんな水落ちが痛かったりしたら、うん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 、でなんか誰かお医者さんとかいたら、うん、お家でできるなんか、うん、なんていうの、緩和療法みたいな、そうです、なんか知ってる方とかいらっしゃらないかなと、うん、ちなみにその、ごめん今ちょっと時系列が微妙なんだけど、はい、その名古屋に今いらっしゃるですよね。そうです、愛知県の、うん、愛知県、そうですね、愛知県ですね、愛知県にいらっしゃって、愛知県で病院にかかったら高額医療のやつを使えないっていう話になったんですか。あ、関西におる時も、うん、全くあの使えなかったことはなかったんですけど、うんうん、20歳超えたあたりぐらいで、うん、それが切られてしまって兵庫県の方で、うん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 、でじゃあ名古屋ってかあの愛知の方ではまだ病院行ってないってことですか。行ってないんですよね、もうお金が怖くて。じゃあ一回行ってみてください。あのっていうのはあのその判断する人がなんかうんこの可能性あるんで、あ、うん、だから一応試しにまず名古屋行ってみた方がいいですね。で難病指定の296ってやつなんで、それが、はい、らしいです今コメントで、はあ、だから難病指定されてるんだったらそれが切られる意味がちょっとよく分かんないんで、だからとりあえず住む場所変えて今あの前のところと違うところに住んどるんだったら一回行ってみた方がいいですね。あ、なるほど、ね、うん、そうだからそれがなんかうんうん、彼氏にその難病のことを嫌われるのが怖くて言ってなくって、うん、でもだってそれ言わな、入院とかになったら、うん、それ言わな、だってそれ言ってなかったとしてさ、じゃあ後でさ言ってさ、それでじゃ あ難病なの、じゃあ別れるわっていう男と長々一緒にいてもしょうもなくね。そうですよね、うん、そう、親にもまだこの症状が今現れてるっていうことは言えてなくって、うん、もう24年間お世話になってるんで、うん、もうこれ以上ね、なんかお金出してとか言えなくって、うんうんうん、まあまあ、うん、いい子なんやなお前はな。まあわかるよ、気持ちはわかるけど、うん、まあとりあえずまずは病院やな、うんうん、そうですよね、うん、まずだからとりあえず近所の病院に行って、まあ、はい、多分今いきなり大病院行くとあのプラスでお金かかっちゃうから、はい、まず近場のクリニック、そ う, ん、ね、うん、そうそう今ね、そうなんよ、だから今近場のクリニックでも何でもいいから行って、はい、内科かな、内科のクリニックとか行って、でまあ実はこういう難病ですと、はい、でそれの症状がちょっと出始めてますつって、紹介状書いてほしくて来たんですけどつって、うん、あ、でそれで大病院に紹介状書いてもらって、
だからちょっと人工ってちょっと面倒くさいかもしれないけど、そう、それで大病院の紹介状書いてもらいにどっかクリニック行って、でそれでそこで紹介状書いてもらって、また後日ちょっとその大病院にかかって、で、まあちょっと以前こういう高額医療制度のやつからなんか切られちゃってっていう話もして、でまあいくらぐらい入院かかるのかっていう相場感もなんとなく知っててっていう、ただ今お金がない。それって、もし分かるならなんですけど、例えばクリニック挟んで大きい病院紹介してもらって、こういろいろ検査とかいつもするんですけど、血液検査とエコーと、で、それで、あ、もうあなた入院ですって多分言われるんですよね。でもその入院は絶対あれですかね、高額なお金はかかるんですかね。あ、だからそれを確認した方がいいです。だからいくらぐらいかかるんですかって、今貯金私ないんですっつって、でできれば入院しないで、まあ高額医療制度を使える、まあ前回、まあ、使えないっていう話になっちゃってっていう、でそれで使えないんだったら今正直入院とかでお金払えないんですっつって、その状況がないんです、その手持ちがないんですっつって、だからできれば自宅でなんとかしたいしっていう感じ、っていう話を全部ざっくばらんに話してっていうところかな。だから今日俺にした相談を、そのまま病院で話せばいい。ああ、なるほどです。そう、はい。今まで小児科やったんですけど、ずっと20年間以上。それってこのクリニックとか別に内科とかでいいですよね。内科でいいです。恥ずかしいんですけど。全然内科で、ね、内科でいいですよ。内科でいいですよ。普通に内科に行って、それでそこの先生がどっちにどういう紹介状を書くかっていうところと、でまあ、小児科の方に、もし振られたとしても、その大病院で小児科 での判断になるのか。ああ、なるほどね。だからそういうことじゃない。小児医療のなんじゃらかんじゃらっていうところが切られたっていうだけの話でしょ。ああ、ねえ。ああ、じゃあ全然大丈夫よ。ああ、なるほどね。ああ、はっはっは。そういうことか。そうなんですよ。ああ、理解した理解した。今まで小児医療の分の、保障で やってたところを、それが今度切り替わるっていうだけの話だから、今度難病の高額医療指定のやつに切り替わるっていうだけの話。多分。だからおそらくだけど、前の病院の人が説明悪かったっつうだけだと思うよ。なんかお母さんがずっと、この子も20歳超えてるんで、その小児科じゃなくって内科の方へみたいな。行きたいんですけどって言っても、もともと神戸の方の大きい病院やったんですけど、それが閉まっちゃって日赤の方になってしまって、でその紹介状がもう、子供の、小児科になってるから、なんかずっとずっと子供の方じゃなくって、もうそろそろ内科にみたいな。話分かった分かった分かった。多分そこの手続きがうまくできてないっていうのと、そこの手続きのやり方をアナウンスしてくれなかったすげえ不親切な病院っていうだけ多分。ああ、なるほど、なんかもうこの紙書いてくださいぐらいなんですよ。あ、じゃあなんか雰囲気も悪かったのね、自分の中でも。そうです。なんか怖い感じ。あ、よかったよかった。じゃあ大丈夫大丈夫、多分ね、多分大丈夫と思う。だから俺もその医療の知識ないから、今までの相談の、自分が乗ってきた経験っていうところ、疑似体験っていうか、その相談に乗ってきた経験値っていうところでの話でしかないんだけど、多分おそらく切られたのは小児医療の方での分が切られたっていうだけの話であって、それを、再申請し直す、だから要は、高額医療の方に申請をし直すっていうのが必要なわけ。あ、そういうのって親の、保証がいるんですかね。いや、俺別にいらん。でも親にはちゃんと話した方がいいよ、それは。そうですよね、そうっていう。で彼氏にもきちんと話した方がいい。嫌われないですかね。まあそれで切られたら俺と付き合おう。なんか、お腹に手術の後とかがめっちゃ大きくあって、
一回これ何って聞かれた時に、うん、やばいと思って、うん、あの交通事故って嘘ついたんですよ、うん、そんなつく必要ないね。えみたいな感じやったから、うん、怖いと思って、うん、だからなんか帝王切開でもしたと思われてるんじゃない。だからずっと腹の中でモヤモヤしてんじゃない、逆に。ああなるほどね、うん、でまあ本当にそれでなんかね、あの付き合っていたくないっていうような彼氏だったら逆に早くそれが見極められてよかったやんっていう、うん、うん、ね、そうですね、そう、はい、っていうことよ。だからもしそれで彼氏と別れることになったら、はい、俺と同棲しよう。東京行けばいいですか。うん、そう、待ってまあでも本当そんな感じ、多分だからおそらく心配してるようなことにはならないと思うんで、多分ね、わかりました、うん、そうだから、はい、まあその辺でワンチャンその医者でなんかうまくよく分かんなかったら 役所のうん、あれは福祉課じゃねえし、福祉課か、福祉課だと思うんだけど、まあとりあえず役所の総合窓口であのこれこれこういう事情ですって説明すりゃ、うん、あのそれに対応する窓口紹介してくれるから、そこでなんか一応あ、うん、あの話をすればいいかなって感じ。あ、わ、うん、かりました。そうそうそうって感じです。助かります、うん、ありがとうございます。多分大丈夫と思うんで、はい、っていう感じです、はい、ありがとうございます、うん、でまたなんかちょっと訳が分かんなくなっちゃったらまた、うん、相談来てください。わかりました、うん、はいはい、っていう感じです。ありがとうございました、うん、頑張ってください。はい、ありがとうございます。失礼します。失礼します。はい、はい、ということでございました。うん、はいはい、っていうね、うん、まあ辛いね、うん、まあ今もだって痛いわけでしょ。でもなんで風呂場だったんやろね。俺裸の24歳と電話してたん。興奮してきた。裸やん。え？うん、なになに？なんて？すっぽんぽんでした。チンコ立つかもしれんな。ちょっと。うん、彼氏に内緒でお風呂上がりの写真自撮り送ってね。うん、マジでよろしく。先ほどの通話した24歳俺の嫁、うん、俺の嫁になったけど24歳のさっきの方ですけども、勇気を出して親に言ったら今日お仕事早くに終わらせて関西から愛知県まで来てくれるみたいです。お金のことは心配せずにもっと早く言ってほしかったって言ってくれました。いい親御さんやな、本当に。ああ、そう、そうやって素直に言うこと大事やで、マジで。うん、分かったか嫁。うん、そういうことや。またなんかまあでも困ったことあったらまたすぐ言っといて、うん、相談に乗りますんでね。はい、あの嫁なんでね、俺のね。まあよかったや。うん、まあそういうことでした。はい、ということです。ズクズンズンズンズクズクズクズンズクズンズンズンズク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 ズンズクズンズンズクズンズンズンズクズクズクズンズクズンズンズンズク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 ズンズクズン。